はい、こんにちは、ピカですけどね、サーキットスーパースターズっていうね、PS4 でも PC でもね、Xbox でもできる、あとスイッチでもできるのかな、レースゲームでやっていきたいと思います。これがね、面白い。まずね、ちょっと軽く見てもらおう、どんな感じなのか。はい、じゃあね、やっていきたいと思います。まず予選ですね。これがね、めちゃめちゃ難しいからね。アンダー出した、アンダー出すとすぐ後ろに追いつかれるし、これでもアンダーなんだよな。しっかりと落として回っていかないとダメ。さあ24秒8、どうだ。6位ですね。ほんとね、このゲームね、もうファンタジーだけど舐めちゃいけない。マジでね、ドライビングの全てが詰まってると言っても過言ではないぐらいすごいよこれ。我慢して我慢して我慢して、ほらね、アウトアウトアウトだともう一気に前代抜かされるっていう。トラクションかけてブレーキインに入っていけ、ブレーキングしてしっかりクリップ取って、しっかりここもクリップ取って、クリップ取って、ここもクリップ取って、ブロックラインから立ち上がり重視、早めのブレーキからちょっと待って、あーちょっとアンダーだった、出したけど、まあ結果 OK。 あーアンダー出した、行き過ぎた、あーまた行き過ぎた、アクションかけてしっかりふっ難しい難しい、あーライン取りが失敗してる。アンダー出てんのか、あれでも、あーアンダー出した、強引にインにねじ込んでも無理だ、あーゴール、これが難しい、これ難しい、マジで5位でしたっていうね感じの。とにかく本当に車の運転の基本、スローインファーストアウト、あとアウトインアウト、そういうものをちゃんとしないとダメっていうね、はい、そういう感じになってますね。ユーロトラックやってみよう。すげえ、どんなハンドリングなんだろう。うわ曲がんねえ、重っ、全然違う、うわやばい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 、あー難しい、これ難しいよ、何これ、全然違う、やばい、重いからさ、これでもアンダー出るんだな。予選は透ける、車がねぶつからないようになってる。このぐらいから立ち上がり重視で、よっしゃ、いけ、どうだ、32秒6、いいんじゃねえか、いいんじゃないか、1位、やったぜ。これ AI そんな強くないんだな。さあ行くぜ、スタート、はいスタートして、うわアンダー出る、これでも激しくアンダー出る、あーアンダー出るって、これがいいんだ、アンダー出ます、アンダー出ます、このぐらいなのか、難しい、アンダー出ます、突っ込みすぎてます、
これでもまだ行き過ぎてるのか、これも行き過ぎてるけど、まあ結果 OK。 あー、こんくらいか、こんくらいなのか。うわー難しい。いやー、クリップ外した。ブレーキングポイントがすげえやばいな。スタートラインがブレーキングポイントだ。よっしゃ、いい感じ。おー、いい感じ、いい感じ。こっから加速。こんな感じ。早いじゃん。あー、これでも行き過ぎてる。あー、行き過ぎてる。難しい。トラクションかけていく感じがいいね。ハンドル、タイヤのさ、たわみとかは感じられないけど、でもなんかこうブレーキとアクセルとそのタイミングがすごい難しいね。はい、1位でした。ちょっとね、次の車やってきよう。80年代 GP っていうのがあるな。こんな車だ。わあ、かっこいいじゃんこれ。はい、じゃあやってきます。古い F1 だね。すげえハンドリング、やばい。めっちゃ曲がるけど曲がるだけ、回転するだけで曲がってこない。やーべえ、難しいこれ。やばいなこれ。アンダー出した。最後アンダー出したな。うわ、引いてた。さあ何位？6位ですね。ちょっとインチキだったけど今。さあやっていこう。決勝はぶつかるからさ。いいぞいいぞ。めちゃめちゃ難しい。フォーミュラーの方が合ってるような気がするよ。俺、あーやばい、あーやばい、あー待って、あーやばい。無言になった。あー、アンダー出た。行き過ぎた。
つけんな。いやーゴール無言だった。いやー難しいこれ本当に。はい、前回と合わせてね、これで多分全車紹介できたんじゃないかと思いますね。このねサーキットスーパースターズ PS4 でも Xbox でもスイッチでもね楽しめるみたいですね。私はねちょっと PC でやったんだけど、多分ねあんまり操作性は変わらないと思います。ということで、はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあねバイバイ。